ろしくお願いします。それではただいまから新型コロナウイルス感染症患者の発生に関する知事の会見を始めます。お願いいたします。私の方からいいですか。先ほど新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしました。本件では最初の新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したところであり、現在具体的なおいでになられた後の行動経過等を聞き取りを進めているところであります。すでに資料として差し上げてあろうかと思いますけれども、ご本人は30歳代の男性の方でありまして、去る3月12日に壱岐市への転入届をご提出なさっておられる方であります。壱岐市に転入をするということでおいでいただいたわけでありますけれども、その前に関西地域で特定個人の方と度重ねてお会いになってこられた経過があるわけでありますけれども、その方がこのコロナウイルスの感染者として陽性の反応が出たということをお知りになられて、壱岐にお着きになられたその日のうちにその情報が入ったということであります。従いまして、壱岐においでになられた後、転入届を出されて、壱岐市内でご視察をされたということでありますが、そのニュースをお知りになられて、9時ぐらいに壱岐保健所に自分は濃厚接触者の可能性があるということで相談をされたところであります。で、保健所は事実関係を確認しようということで対応したところでありますが、時間が遅かったということもありまして、感染ができず翌朝感染の上おいでいただいて検体を採取し、通常であれば郵送で検査に回すところでありますけれども、そういったお話をいただいたということもありまして、人が搬送をして、検査に着手をしたところであります。その結果、今朝6時前後でありましたけれども、陽性の検査結果が出たというところであります。この間ご本人並びに同行を共にされた方々も非常に的確なご対応をいただいてきたところでありまして、一般の宿泊施設に予約をされていたそうでありますけれども、やはり接触を避けた方がいいということで、12日の夜はテントで宿泊をされたということであります。随行されてて、された方は福岡市からお一人ご同行をいただいて、そして壱岐市にお会いになられて、壱岐市在住の方がお一人加わって来られたところでありますけれども、12日の夜はその福岡市からご同伴いただいた方含めてテントでご一泊されております。それから壱岐市在住の方も家族との接触も避けた方がいいということで車中泊をされたということをお聞きしました。そして13日の夜でありますけれども、ご本人並びに福岡からの同行者の方に対しては壱岐市が市のコテージを提供してそこにお泊まりいただいたということであります。それから壱岐市在住の方はもう一泊車中泊をされて、そして今日からはご本人は入院されておりますので、同行された方々お二人いらっしゃいますが、それぞれこの壱岐市のコテージを提供していただいて、
多くの方々との接触を避ける形で、お過ごしいただいているという状況であります。私からとりあえず以上報告をさせていただきます。それでは幹事社の方からお願いいたします。朝日新聞の井上と申します。この同行された方なんですけれども、PCR 検査の方は受けていらっしゃるんでしょうか。まだだということです。本人を含めてまだ全く症状が見られない状況であるとお聞きしております。これまだ確認しておりませんけれども、おそらく新幹線でおいでになられて、そして福岡から同伴いただいて船を使って壱岐市においでいただいている、前からの接触があったかどうかということでありますけれども、そこまではまだ未確認であります。つまり濃厚接触者に当たるのかどうかっていうのが未確認ということになります。そのお二人、いや、PCR 検査をどのタイミングでやるかということになりますが、12日に初めてお会いになられて、この2日間行動を共にされているということであれば、なかなか今の時点で PCR 検査って結果が得られにくいこともありますので、少し経過を見る必要もあるのかなと。で、今想定される濃厚接触者は具体的な行動経過をお聞きしてみないと分かりませんけれども、一番可能性があるのはこの同行いただいたお二人が濃厚接触者になる可能性があるのではなかろうかと思っております。関連してなんですが、このお二人の方は性別は男性女性、そこは確認しておりません。検体の搬送に関して、通常であれば郵送だけれども、今回はまあ人が搬送して検査に着手したというお話があったんですが、これは早めるためということでよろしいですか。それとあと、空路を使ったということなんですか。通常は郵送でございますが、今回は保健所の職員が船で、大村の方に、本土の方に持って、大村の方に運んでおります。検体については航空便の利用はできませんので、船で。それは早く検査するためっていう理解で、そういうこと。同じ幹事社の共同通信社、井上と申します。よろしくお願いします。行動歴のところで、神戸市の2月21日に神戸市のイベントスペースで A さんと面会されたということですけども、これイベントスペースはどういうイベントのスペースでしょうか。ライブハウスか何かでしょうか。イベントスペースについてはですね、具体的にどういうイベントだったのかはちょっと今調査確認しているところですので、このため次第神戸市とありますが、もうちょっと何区にあるのかというところまで教えていただくと可能でしょうか。そこを今ちょっと事実確認をちょっとしておりますので、それも含めてちょっと確認させていただきます。分かりました。じゃあ3月4日の大阪市についても、大阪市の何区かっていうのは今確認されているところです。それも今確認中でございます。3月4日の方はその A さんとその個別に会ってるっていうことになるんですか。そのどこかイベントで一緒になったとかではなくて、ここは面会と聞いてますので、それも詳細確認しないとあれなんですが、1対1なのか、1対2なのか、そこはちょっと確認が必要ですが、イベントという大きなものではないというふうに思います。3月12日に壱岐市に転入したとあるんですが、どこにもともとお住まいで、転入されているんでしょうか。京都府からの転入であるというお話をお聞きしております。京都府ですか。京都府の、そこまでは未確認。未確認ですか。分かりました。あと、私から最後に今日の会議で何か決まったことがありましたら教えていただけますでしょうか。やはりヒアリングの結果を得た上で、適正なる対応を求めて
たところなんですが、例えばこの間お使いになった航路、Z ホイールで壱岐市にお越しいただいたということでありますが、あの航路事業者の方にもご連絡を差し上げて、あの定時的に手すりでありますとかシートでありますとか、そういった部分については消毒をしていただいている。そしてあの早速運行中の船内放送で、あの皆さんにそういった報告の上、あのドイツシートをご利用の方には連絡先まで聴取していただいたということを聞いております。今日の会議はその、まあ、発生を受けて何かを新しく決めたというよりかは、その長崎県の幹部の皆さんで、まあ、どういう状況にあって、今の段階でどういう、まあ対策を取ったのかというのを共有したというようなイメージ で、 そうです。情報を共有して必要な対策は、まあ、当初の行動計画通り、あの遅れることなく進めるようにという確認指示を行った対策会議であります。はい、ありがとうございました。それでは各社からお願いいたします。読売新聞の会です。何点か細かいところで確認なんですけど、30歳代男性の自営業というのは具体的にはどういう職業の方になりますか？この方の、まあ、詳細な職業の中身につきましては、まあ、これからちょっと確認させていただきたいと思います。こういう、まあ、会社に所属するような方ではないということで、自営業という形で氏名記されて記しているところでございます。わかりました。それで30歳代男性と A さんの関係と A さんの性別と年齢を教えてください。性別も年齢も、この30歳代男性と残り2人の方は12日に初めて壱岐市で会ったということに。でもしこれがなければなんかこの方は何人暮らしというふうな、もともと3人で暮らす予定だったんでしょうか、2人暮らしの予定だったんでしょうか。どういう経緯でこちらに来られたかの、まあ、そこの詳細のところとか、まあ、ちょっとこの関係性についてはですね、ちょっとまだ確認中のところもありまして、ちょっと今後確認してからお答えしたいと思います。他にございませんでしょうか。長崎新聞の田中です。今日情報共有して必要な対策を指示したということですけれども、先ほど航路事業者の話が出てきました。その他いろいろ指示されたことがあれば教えていただけましょうか。対策としてこれからどういうことをやっていくか。例えば壱岐市にお入りになられて昼食を取られたというお話があったところでありますけれども、すでに壱岐の振興局の方にも地方本部を設けておりますので、連絡をして消毒作業にかかると、もしくはかかったというようなお話も報告を受けたところであります。したがって、まあ、それぞれ の、 関係立ち入り先で必要な対応策を講じていくという形になるのではなかろうかと思います。その他立ち入り先というのは、まだ今聞き取り中であります。津島振興局とも、テレビ会議で結ばれてましたけども、新興津島の方では何か対策の指示とか気をつけるかどうか。これは Z ホイールが壱岐から津島経由の便になりますので、そういったこともあって津島振興局も合同の対策会議に参加して、もらっております。津島振興局でどのようなことに取り組まれるとか、そういうやり手があったんでしょうか。特にありません。毎日新聞の朝です。細かい点確認なんですけれども、現在感染症の指定医療機関に入院中ということですけれども、
これ入院したのは、今朝判明してからになりますでしょうか。それまた、それと 県内の、している期間ということでよろしいでしょうか。よろしいです、はい、今回判明してからすぐに入院手続きを取って入院しております。で場所は県内でございます。あと、一応そのもし分かればなんですけれども、この、離島でのいわゆるその感染者の確認というのが、これ今まで全国で例があるのかどうかというのと、またその離島の場合ですね、特にその、まあ、ダイヤモンドプリンセスじゃないですけれども、その、まあ、他と隔離された状態なんですけど、逆にそういったところで、広がりやすい懸念になったりとかですね、まあ、クラスター化しやすいとか、そういったところの懸念が何かあったりとか、あるいはその交通の便が不便だとか、その辺で何か、県の方として対策なり、あるいはその懸念している部分がもしあれば教えていただきたい。まず前段の 離島かどうかっていう、離島でのいわゆるそのにいる方で その感染者が出たかどうか、これがもしその全国的にそういう離島でっていうのは初めてかどうかって、もし分かれば、私の知ってる範囲では、まあ、そういう沖縄みたいにこう本土があるよあって、また二次離島があるとかちょっと別として、まあ、それ以外のところでは私の記憶ではない初めてなんではないかと。講談の質問は、まあ、一応その離島だとその交通環境のようになったけど、まあ、他と隔離されているような状態なんですけど、いわゆるそのクラスター化とかも含めてですね、その辺の懸念とか、あるいは県として特別なその辺の対策を取るとかですね、まあ、通常の対策とは別で何かもしそういうものがあればということを教えていただきます。はい、私どもあの感染症の指定医療機関はもう離島も含めて全ての離島に設置しておりますので、仮に離島であったとしてもしっかりと医療は提供できる体制を、構築しておりますので、そういった体制でしっかり対応していきたいというふうに考えております。西日本新聞の野村です。何点かお尋ねです。まずこの特に男性なんですけど、転入したということなんで、その移住者ということで、いらしたんでしょうか。それと、この A さんが陽性だと知った経緯をもうちょっと詳しく知りたいんですが、その、どうしてなぜ A さんとまで分かったのかどうかということと、ちょっと A さんについてなんですけども、 A さんの症状についてはどうなっているのか、入院しているのかどうか、そのあたりを教えてください。あ、じゃあよろしいでしょうか。まずその基地に転入されたということが、まあ、移住目的なのか、ちょっと他の目的なのかっていうところは、ちょっとそこまではまだちょっと本人には確認は取れてませんので、ちょっと今の段階では申し上げるのはちょっと困難でございます。で、2点目は、なぜ A 氏を分かったのかっていうご質問ですね。この当該男性の方が、こう、SNS のこうなんかこうグループチャットみたいな、こうなんかグループでこう共有できるような情報のシステムがありまして、まあ、その中でこの A さんがこう陽性だったというような情報を知ったと、そういう経路でしたというふうに伺っております。それで、今 A さんの容態っていうことですね。これは今私どもも今大阪市の方に今確認を取ってますので、その確認したい、しっかりと把握したいと思います。ありがとうございます。あ、正解。大阪府でございます。大阪府に NCC の佐藤と申します。知事に改めてお伺いしたいんですけれども、県内の第一例目の感染者の確認ということで、こちらについての受け止めを改めてお話を伺いしてもよろしいですか。まあ、コロナ感染症が全国で増加傾向で推移してきておりまして、これまでもたびたび申し上げてまいりましたけれども、本県でも数多くの方々の往来があるわけでありますので、まあ、いつ発生してもおかしくないような状況でありましたので、したがって危機感を持って緊張感を持って対応するようにということで、体制づくりに力を注いできたところであります。まあ、そういった中、今回具体的な感染者が発生したということでありますので、
引き続き県民の皆様方にはやっぱり万全の予防対策をそれぞれご留意いただいてご努力をいただきたいと、ご協力をいただきたいとお願いをさせていただこうと思っております。NHK です。ジェットホイって来たということなんですけれども、どの便で来たのかっていうのと、もし分かる席とかどういうところで使ってたかっていうところを聞きました。はい。はい。じゃあ、はい。利用されているのが、3月12日の、博多発、30分の、30分発のジェットホイでございまして、行きに到着時間が、11時、35分ごろと、11時35分ということで、いただいております。座席でございますが、2階の、26、27、の付近についての税席ということで、同伴者の方お二人と、登場されているかということを確認しています。何ぐらい乗ってたとかっていうのは分かります。登場者名簿等についてはですね、確認できるようですが、現在のところまだその時刻のようにですね、何名乗ってたかっていうのは今現在確認中でございまして、そのようにまだ資料ございません。あと一市内なんですけれども、転入届を出すに一市役所に出るっていうことでいいでしょうか。あとどこら辺を一市もいろいろやっぱりことであるので、どこら辺を中心に大野浦にいたとかそういうのをちょっと。すいません。市役所かわかんない。そこ今ちょっとどういう市内でどういう経路だったのか、今ちょっと整理をしておりますので、しっかり確認した次第かな。ありがとうございます。KT の石橋です。NHK さんと被るところあるんですが、改めてこの男性のですね、12日前後の行動歴確認させていただきたいんですが、12日はこの日京都から新幹線で来られて、福岡で博多港のターミナルに行き、10時半発だと駅の足部に11時35分に着いていると。でその後夜、SNS で陽性を確認したと。でその後駅保健所の方に相談したけど検査はできなかったので、翌、13日の方に医療機関を受診し、検体が、人が持って大村の方に行ったということなんですが、まずこの確認、行動歴でよろしいでしょうか。はい、結構です。はい。で、その上でちょっと何点か確認なんですけども、この方、まあ、足の方に着いた後、昼食を取られたり、いろいろされているということで、同行された方、福岡の方と一軒の方がいらっしゃるんですけど、どの段階でこの方々と合流されたんでしょうか。そこもまだ詳細なスケジュール聞き取り中、その結果まだ私ども報告を受けてない状況でありますので、分かり次第またご報告できるんではないかと思います。じゃあすいません、ちょっと何点かまたあるんですが、医療機関受診ということなんですけど、これは壱岐市内の医療機関ということでよろしいでしょうか。はい。で検体は、人が乗って大村に行ったということなんですけれども、これ、船でって先ほど説明があったと思うんですけど、これ、チャーター便か何かになるんですか。定期便で、はい、職員の方はお一人でお持ちされたな。通常は2人ではない。通常は2人です。あとすいません、コテージを壱岐市の方が準備されたということなんですが、これは所有が市のものになるということでいいんでしょうか。ごめんなさい、まあ、多分確認の上だと思うんですけど、つまり
同じ同一キャンプ場に、この福岡から来た人と壱岐市の人は、まあ、車中泊とコテージと、まあ、コテージじゃないテントとって分かれて行った同一の場所ということでいいんでしょうか。おそらくですね、はい、あの同一の場所ってそのお一人ずつコテージとあのキャンプという形じゃなくて、おそらく一緒にキャンプをなさったのではなかろうかという形ですね。ありがとうございます。すいません。会議の内容で確認したいんですけれども、あの今日はあの会議の中では県から壱岐市の方にあの、まあ、イベントの自粛とか、あるいはあの壱岐市は校長判断で臨時登校とかもできるようになさったみたいなんですけれども、そのあたりについてこう、あの指示とかはありましたでしょうか。今日はあの壱岐市の皆さん方はこの対策本部会議の中に加わっていただいておりませんので、そういったあのやり取りはありませんでした。今後の予定では壱岐市の連絡というのは、あの行動経過が明らかになって必要な対策と講じた上で、あるいは 何らかの課題が出るようであれば、あの連絡を取らせていただき、協力しながら対策を進めていきたいと考えております。ちょっとまだ壱岐市とはあのやり取りはないっていうことですか。あの市長とは直接あの話もいたしましたけれども、あのまだ詳細なあの移動あの どういう形でお動きになったのかというのも把握できてない状況でありますので、どこにどんなふうな課題が出てくるのか、それによって必要な協議調整を進めていかなければいけないと思っています。あともう一点なんですけれども、男性が入院されている感染症指定医療機関は市内で、壱岐市内でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは最後の質問をお願いします。毎日新聞の足立と申します。見てありまして、あのジェットフォイルの同じ便に乗ってた方に対しての何か呼びかけというかが、あとさっきなんか近くに乗ってる方がっていうようなこともちらっとおっしゃってたような気がするんですが、どういうふうにされるのかということと、あと、まあまあ、こういう感染してしまうということは誰にでも起こると思うんですが、この方ですねの行動が割とそのすぐ分かったら、自分が感染したら分かったらこう保健所に行ったりとかして割とこう迅速に動いていると思うんですけれども、この方の行動について何かその、こういうことが良かったとか、もうちょっと例えばもし自分がかかった場合にこうしてほしいとか、何かそういったコメントがあれば教えてください。はい、まずあのジェットホイールの対応につきましては、あの今保健所の方であの接触者調査を行っておりますので、まあ、必要な場合にはまあ、そういったところの、まあ、調査も、まあ、あの今後見据えながらあの対応していくことになろうかと思っております。それはあの調査の進展次第であの判断していくことになります。で、2点目につきましては、まあ、この方の、まあ、行動に関する、まあ、あの考え方というご質問だと思うんですが、まあ、あのこの方につきましてはあのまずはこう保健所の方にご相談いただいたという点で、あのできる限り の、まあ、あの対応も、まあ、取られていただいたということで、あの非常に感染防止という点につきましては、あのご本人もいろいろご理解いただいて、まあ、ご対応いただいたのかなというふうに理解をしておるところでございます。以上。それでは以上をもちまして、どうもありがとうございました。